ジでやべえな。いやこいつガチでやばいって。やっぱはい、皆さんこんにちは、シュです。よろしくお願いいたします。ってことで、一発目進撃の巨人第2弾コラボ一発目使っていくのはリヴァイ兵士長。はい、使っていこうかなと思います。本当はね、ハンジリヴァイ使おうと思ったんですけど、ちょっとね、進撃コラボで一発目なんでちょっとリヴァイかなっていうので、リヴァイを先に使ってみようかなと思います。はい、ってことでこちら性能。はい、まあ世間でもかなり言われている通りですね、まあ、元がかなりぶっ壊れ性能だけあって上がり幅っていうのがそこまで大きくはなかったんですよね。変わったところで言うとアンチ魔法陣で加えてボムスローがラピッドボムスローになるというところですね。ここがまあ一番大きく変わったところになってくるかな。はい、であとはまあ重心が下位なので、自然と120レベってのと超バランスがついてきてるんで、まあ、線形とかの素材がなかったとしても、ある程度強い状況から使うことができますよっていうキャラになりましたと。はい、ただね、俺個人的にはね、やっぱり短縮の要素っていうのが一つでもなんか欲しかったなっていうのと、あとラピッドボムスローっていうのは当然嬉しいんですよ。もともと友情が強くなることに悪いことはないですから、もともといいんだけど、リヴァイっていうとさ、やっぱりさね、この前の子だって人類最強の兵士でしょ、多分。そうだよね、人類最強の兵士のリヴァイ兵士長から、まあ、今パラディ島の悪魔って言われて、これやっぱね、リヴァイって言ったらね、原作の方でもそうなんですけど、もう超アタッカーっていうか、そのなんかめっちゃ攻撃的なシーンがやっぱ人気なシーンなんですよね。バトルのシーンだったりとか、まあでも雷槍の再現とか言われたら、まあそれはそれまでなんですけども、まあでもね、やっぱちょっと攻撃的なね、なんか火力の方でね、キラーとかのね、方のリヴァイのあのパターンを見てみたかったなっていうのが、まあちょっとわがままな意見ですけど思いましたね。はい、まあでもそれ言っててもしょうがないんで、今回のリヴァイはリヴァイで、楽しいとこを見せていこうかなと思います。まず簡単なとこ、はい、相変わらずかっこいいね、リヴァイはね、ほんとね、うんぼうんぼぽうんぼ、はい、まあしょうがない。はい、じゃあラピッドボムスロー見ていくか。ラピッドボムスローだからな。ちなみにこれソロモンと比べたらめちゃ弱いです。はい、めちゃ弱いってほどは弱くない。もうそのラピッドボムスローっていう友情コンボの使用がマジで強いんで、これを持ってるだけでも相当強いんだけど、ソロモンは砲撃型なんだよね。うん、で加えて遊撃があるソロモンの砲撃型だと25万ぐらい友情がいったと思うんだけど、今だとこれ13万5000でしょ。だからまあ大体こっから 1.9 倍ぐらい、本来だったらもっと威力が高い。まあ遊撃つけたらね、リヴァイもいいんだけど、まあ、リヴァイのいいとこっつったらね、友情の部分じゃないところにもありますから、遊撃つけるってのはあんまないと思うんだよ。なんで、まあ、遊撃がないのはしょうがないんだけど、まあ、ソロモンほどはやっぱさすがに出ないよっていうところだね。ハードなしだからいいね。あれが湧くね、砂時計。いや、ラピッドボムスローはやっぱさすがに強いな、これな。俺結構変わるかなと思ったんですよ、体感。まあ弱いクエスト行ってるからってのもあるけど、やっぱラピッドボムスローっていう友情が強いね、これは。さすがにさすがにちょっと強いね、友情コンボ平気で。弱点キラー持ってる、これさ、よくよく考えたらさ、もう当時この性能だったの意味わかんなくないですか。意味わかんないよね、もうちょっとこれ思い出使いだわ、本当に意味わかんないな、この性能。当時のなコラボの時にこのぶっ壊れで出てきたのな、そりゃそんなに変わんねえわっていう、うん、まあでも変えてほしいと思うのが人間ですから。はい、ハッターン短縮しろ、頼む。そしたらこれワンチャン2段階目打てるわ。ここで SS あんま打たないつもりだったんだけど、まあ、この大剣で3次第では、うわー素晴らしい、1段階目は打てますね。いや、リヴァイやっぱ重いよな。まあこんだけちょっと溜めながら来てても、やっぱあと2周回たなきゃいけないっていうあれがあるんでね、多少重さはやっぱ感じちゃうよね。で特にさ、道中さ、リヴァイの場合さ、前はあんま火力は出さなかったからいいんだけど、今ボムスローがさ、ラピッドボムスローになったから、余計早くさ、あのボス戦まで突入するじゃない。強くなっちゃったからね、友情コンボが。ってなると SS さらに待たなきゃいけなくなっちゃったりするかもね、はい、これはでも頑張れば2段階目いけそうだな。ラピッドどんな、これ強いか、強すぎるか、さすがに大丈夫だよな、この距離、この距離なら。あ、いやでも結構出てる。いやまあ、いや出るな、やっぱさすがにな。で最初に触れた時なんでね、位置は調整しとかないと。いや、やっぱリヴァイ使ってる、リヴァイの使ってみたが上げれてるっていうのがもうあれだな、進撃きたって感じするな。いや強すぎるわ、ちょっとごめん、普通に倒しちゃったわ。はい、じゃあまあ2段階目打つか、せっかくだしな、久しぶりだなこのリヴァイの SS 打つの。でリヴァイがさ、ずっとヤバいって言われた理由はさ、この SS でワンパンがいろんなとこできるっていうのもそうなんだけど、実用性が半端じゃなかったんだよね。めちゃくちゃ実用性高かったんだ、いろんなクエストワンパンしてたんだよ、高難易度も。まあ、だからそれもね、多分今回見せていくと思うんですけど、
あのね、どうしようか悩んだ結果、まあ普通にその過去ワンパンしてたクエストとかもちょっと使ってみようかなと思います。まあ今回からね、やっとリヴァイゲットできたって人も多分いると思うんでね。まあ昔それでワンパンしてたって人はもう今更感は出ちゃうかもしれないですけど。いや、おもろいからリヴァイ使ってて、やっぱ。リヴァイはね、本当に面白いから。はい。で、これ、最初に触れてきたんで、ちょっと気をつけないと。どうしよう。これ縦で行ったら死んじゃうよな。ボムスローの位置が怖っ。仮面当たっちゃうかな。いや、もうこれガッツリ行くか。はい、そしてガッツリ行ってみるパターン。天使当たっちゃうかもしれないけど、天使ですね。でも天使倒したんで、多分ボス近く止まるっしょこれ。いや、これ目玉かも。あー、ごめん、これ目玉行っちゃうかもしれない。そしたら 4P で打つか。で、倒しちゃった場合はこんな感じだね。あれ、これ演出変わってる。あれ、こんなんだったっけ。え、なんかちょっと演出違わない。あれ、もうこれニュースの時気づかなかったな。あ、いや、こんなんだったか。これなんかすげえ変わってる気がするんだけど、気のせいか。あ、これ振りられんじゃん。これ倒すかな。倒しちゃいそうだな。いや、え、どうしよう。倒した、倒した。はい。いやー、リヴァイネステップかっこいいんですよ、ほんと。強えし、倒さねえわ、最高。これ1段階目なんですけど、まあ剣取ってるんで、まあ、実質2段階目よりちょっと強いぐらいだから。いやーさーこいつバカだろ。これなんで当時 OK 出たん。本当にえ、これなんでこれ当時 OK 出たん、マジ。これ本当に逆に当時がなんでってなるわ。ここまで来るとこいつやっぱやべえわ。こいつやっぱやばいっす。いや、こんなお手軽ワンパン最近でもねえって、ほんとに。いや、これは強くならんわ。ほんと、おかしいって。じゃあ、ちょっと実用性のワンパンの方行ってみましょうか。これね、やっぱね、これ強くしすぎたらこの世が終わる。ほんとに。マジで。やばいことになっちゃうわ。はい。じゃあ、次のゲスト行ってみます。はい、ってことで、クシャンティですね。はい。いや、こういうところでも使えたんよ。これがやばいところだったんですよね、リヴァイのね。マジでこれがおかしい。なんでこれ使えるん？普通に考えて。やばかったもんね。これなんでここで使えるワンパンが。ってぐらいやっぱワンパンのスペックっていうのが高かったんだよね。で、今はまあ火力も上がったんで、まあこれあれじゃないかな。過激ラインとかもちょっと少なくて良くなってると思いますね。だから、めちゃくちゃ強くなったんで。めちゃくちゃ強くなったっていう攻撃力も実際上がってるんでね。で、倍率はそんな変わってないと思うから、まあそもそも倍率が変わったらサクッとワンパンはしてくれると思うんですけど、いやマジでね。で、ここで以外で言うと、一応アリアとかのワンパンでも使われてたかな。まあキリト派かリヴァイ派かで分かれてた。ここも篠田派かリヴァイ派かで分かれて、俺は篠田さん使ってた 派閥なんですけど、うん、結構分かれてたよね、そういうのはね。でね、火力がどっちも高いんだよね、やっぱね。そうだから、まあ、みんなが求めたのはこれプラスなんか違う新しいクエストも倒せるようになんか変わり映えがあったら嬉しかったってことだよね。でもさ、これやっぱ実際使ってみると思うけど、ちょっとこれ強いよ、やっぱ。今でも結構強いもん。おかしいもん。だってコロッと直殴りの光属性クエストできて、なんか無理やりでもこうやってワープ無視しても連れていけちゃうような性能してるじゃないですか。で、地雷に対応してるんで地雷ギミックっていうのを踏まなくて済むし、そういうの考えるとさ、そりゃそうだよねってなっちゃったよ。うん、これちょっと強すぎるもん。おかしいもん。ぶっ飛んでるもん。ぶっ飛びますもん、これ。やばいよ、やっぱこいつ。いや、でもいいね、この懐かしいわ、ほんとこの感じで。こういうキャラだったんですよ、ずっと。だから愛されて、だから期待されてっていうのをね、分かってあげてほしい。だから別に文句言ってる人も文句 言いたくて言ってるわけじゃないからね。そのね、思い入れがあってね、うん、こういうのがあったりするか。あとは進撃が好きとかはもちろんそうですけどね、うん、いや、でもこれちょっと強えよこれは強え、これは強えって、もともとやっぱりちょっとこれは変えらんねえわ、うん、でも俺10周年でさ、そのなんかオリキャラを強くするみたいなのも一つ。いやさ、これがあんだよな、リヴァイはな。だからボス戦もこれ強すぎてこうなっちゃうことがたまにあるぐらいだったよね、確か。そう、強えんだよこいつ結局な。でこれ言うて、まあそのもう運極になってる人結構いるかもしれないけど、まあそんな古め、めちゃくちゃ古いクエストとかではないですからね。そこでこれだけの活躍できてるっていうのは、まあちょっと普通に考えたらおかしいことですからね。うん、今後のクエストも全部リヴァイ、リヴァイのワンパンみたいになるか、ちょっと性能がやっと追いついたぐらいにするかみたいなの差だよね。ぶっ壊してほしかったよね。本当にね。いや、でもやっぱリヴァイ楽しいな、使っててこれ。本当に久しぶりだわ、この感じ。
やっぱ新しくなるとさ使うんよね。で古いキャラってさ正直さどんだけ性能が高くてもやっぱ飽きが来てくるじゃないですか。最近のコピー時代のネオだったりもそうだけどさ、でこうやってまたちょっとでもさなんか新しい要素が組み込まれるとさまた使う機会出てきてさあこんなんだったなみたいになるの俺結構好きなんよね。デクの時全然それ思わなかったんですけどねそれなんだけど結構面白いわリヴァイは。いやリヴァイは現に俺もお世話になったからなめっちゃな。いや本当に何おかしいなやつどうなっとるんだこのラグリは、うん、なんでこんな強いんですかね弱点キラーだけなのに。まあ、蝶バラが相当大きいんだろうなコーナーエルクエストはな。それはそうなんだけどさ今更だけどさまあ蝶バラのなワンパンキャラとか来たらまあこうなるよね。だからさでもリヴァイとさデクとかってさその明確にさそのワンパンキャラっていうのが求められるっていう風になったきっかけなんですよ。だからここが伸びてきちゃうと他のなんかワンパンキャラみたいなやつもさまたこれと同じ目で見られてさまた難しい性能を求められたりするから難しいんだろうねこういうところで調整しとかないとね。うん、最強ってやつはずっと最強になり続けてるからな原作最強系はな。いやまあ使ってて面白ければいいんだよ俺は。あリヴァイはやっぱ面白いわ使って本当に笑顔になれる。あでもなんか新しいとこワンパンしてほしいけどなまたな。そんなそういう風になったらねまたね違った面白さがあるんだけどね。これやばいな大丈夫かさすが大丈夫か。いや楽しみっすね、ここね。急に来るからな、ワンパンキャラってな。でもリヴァイそう考えると光光節5個のうち5、6個のうち2、3個ワンパンできる。でもやろうと思えばもっとできるんじゃないか。うん、そう考えたらやばくない。そう考えたらやばいよね、普通に。これ以上どうするんだって。でも前の性能でもワンパンはできてたんですけどねそれ大事で、それ大事だからちゃんと言っとくけど前もできてました。はい、今から俺多分ワンパンすると思うんですけど、あの前できてました。はい、それだけちょっとお忘れなく。前の段階でもできてた。まあ、懐かしい。ここの調整俺リヴァイもやったことあるんだよな。ここでリヴァイのここの調整めっちゃむずいんよ。めちゃくちゃ難しいでね。あのワンパンが運要素入ってるんですよ。ワープ乗っちゃうって。俺ちょっとリヴァイワンパンはね当時しかしてなかったんで、まあ、1、2回はやったことあるんだけど、あんまり上手くなかったら申し訳ない。下手くそでも絶対無理よ。アビスとかでね、倒せちゃったら最高なんだけど。アビスきそうだな。いけるか。アビスいけそうね。嫌い怖えな。埋水じゃない弊害がここで。いけそう。ナイス。OK。こうなったらおしまいっす。おしまい。これだったらおしまい。で、もう、ちょっとプーやって。で、懐かしいな、この感じも。で、こっからなんよね。リヴァイ。で、プーやり。で、ここ、リヴァイ。これ、これマジ運ゲーっす。本当はね、ちゃんとね、みんな配置してると思うんだけど。で、これ倒すんよ。強すぎて。変なルート弾くと。当たれば OK。当たった。おしまいです。おしまい。これもおしまいで。これやばいよ、これ。こうなっちゃったらおしまいだから。倒すなよ。あとは倒すな。あとは殴るな。OK、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 OK。超かっこいいから。やばいよね。いや、これやばいって、やっぱこいつ。いや、こいつは、強化しちゃダメ。これは、これはダメだって。これだって割と新しめの豪絶だぞ。で、こうなっちゃうんよ。強くすぎちゃうと。マジこれだからダメだこれダメだね俺わがまま言ってたかもしんねえ。もうちょっとなんかあったんじゃないの。だってもうリヴァイはそんな文句言われないか。エレンか言われてんのは。うん、これやったらやばい。これにラピッドモムスローになった時点でも結構やばいんだから。ちょっともう一個行ってみます。はい、アリアに来てみましたと。来てみましたというか、これもね過去にねワンパンで、かなり有名だったクエストでございます。こっからはねちょっとねポンポンとあの過去にねワンパンしてたクエストっていうのをもう一度行き直してみようかなっていうのでやっております。はい、ということでやっていきます。1フレでいけっかな。2フレもしか必要だった気がするんだけど、まあいいや、ちょっと1フレ試してみよう。まあ、一応攻撃力が変わったりするし EL になったりするんで、当時の環境とはちょっと違ったりするからワンチャンいけんじゃねえかな。いや普通に余裕でいくか。こいつガチでやべえな。いやこいつガチでやばいって。やっぱこれダメでしょ普通に強化したら。だってこれやばいよね。だって普通に
でもこれは当時からもずっとそうだった。だからリヴァイはずっとやばいって言われたんだけど、これどっちかというとなんか今回伝えたいのって、まあ当然ね、今まだリヴァイのねこの SS っていうのをそんなにまだ分かってない人っていうために、撮ってるっていうのもあるんですけれども、これさどっちかで言うとさ今伝えたいのさ、これ強化しなくておくれっていうところだよね。いや俺はむっちゃ強化してほしかったっすよ、正直。倍率とかの話でもね、やっぱ使用感冷静に考えてみたら割と新しめのクエストまでワンパンとかで名前出してくるキャラだったから、これしたらやばいわ。うん、もう一個ぐらい、まあ、他の属性とかも結構いけちゃうんですよ。それが結構やばくて倍率とか関係なくいけちゃったりするんで、だから他のちょっと属性のクエストも試しにいってみようかなと思います。はい、ということで、次はイデアでございます。まあ次は多属性にちょっとね来てみようっていうことでね、イデア多属性に来てみてますと。はい、 SS 打ちます。いややっぱね壊れてるのよこいつは。あ、強すぎる。ちょっと待って、大丈夫、止まって、止まってほしいよ。 OK、 止まってくれるね。やーばねー、ちょっとねまあこれちょっとエビスの SS 入ってるんですけど、多分入れなくてもいけんじゃないかな。あー、いけてるね。ヒットポイント的にいけてますね。いやこれいやだからこれさ、だから実用性があるこれなのがやばいんよね。実用性があるのがやばいっすよね、本当にね。だから今ちょっと初めの方エデンでボムスローをチラッと見ながらね、いろんなところをワンパンしてきて、でまあリヴァイの使い方っていうのは多分今でもこういう風なところは変わんないと思うんだよね。うん、で、この SS のヤバさっていうのをね最後にちょっとまとめながら、まあ、どういう風に見ていくかっていうのだけお話ししていこうかなと思います。はい、ということで、リヴァイでございますと。あ、一発目使っていくキャラにふさわしいようなキャラでございました。まあ正直ね今の絵はね1個前のリヴァイでも撮れた絵が多かったんでね、今更そのワンパンかよって思った人もいっぱいいると思うんですけれども、まあ、こういう動画の形式にしたのはちょっと理由がありましてですね、リヴァイ、まあ、言いたいこといっぱいあります。まず俺の第一印象のとこからお話しさせていただこうかな、勘違いされないようにね。強化しろって思いました。あ、強化しろって、正直俺はカタログの段階ではやっぱ変わり映えがないって一番面白くねえんだよな。うん、だって重心化回とかってやっぱ強くなるのを期待してさ、重心化発表、重心化回発表とかがさやっぱ期待されてるわけだから、期待するのってのが無理なんだよ。たまにやっぱ期待しすぎなんだよって言われるかもしれないんですけれども、期待するのはまあ無料ですからね。それで期待通りじゃなかったから文句言うのは違うと思ってるけど、まあ、期待するのはまあいいと思ってる。うん、で俺も期待してたわけですよ。でリヴァイって言ったらやっぱあんだけめちゃくちゃアニメでもかっこよかったし原作でもめっちゃかっこよかった、その姿になった、来たってなって性能発表した時にあれあんま変わってなくないみたいな、さすがにやっぱ萎えるよ。うん、これは人間だもん、しょうがない。なんだけど実際に使ってみて思ったことを、正直に言うと十分。うん、あのね、まあ、なんでかっていうのが2つ理由があって、1つ目は、まあ、現環境でもやっぱ強い。普通にこの SS はちょっと強すぎるっすね。で理由を言うと、これ触れた最初の敵にじゃないですか、もう最初に触れた敵にっていうので、もうターゲットを自分で決めることができますし、弱点の目の前に止まんなきゃいけないってこともないし、弱点倍率が下がることもない、うん、でその弱点に殴った時に弱点キラーが必ず発動する、で自強化も入る、遅延がある、もうねこれ以上やったらやばいっす。これが一つ目、まあ普通に今でも強いってのが一つ目で、二つ目、これ超えた SS ってどうなる。うん、デクとかさリヴァイだった時のさ時代を思い出してほしいんですけど、正直最初は面白かった。リヴァイとかデクがハマった時ね、俺の当時の感想で、デクとかリヴァイが一番好きなアニメで一番好きなキャラクターだって人はもうずっと面白かったとは思うんですけれども、あれをじゃあ知らない、アニメ知らない人だったりとか、まあ、そこまでまあ好きだけどみたいな人たちが使ったりするとずっとその環境なんだよね。うん、なんでそれがちょっといけないかなっていうのと、あとこれを超えた SS ってさ、まあ、最初に触れた敵にっていうところを変えたらまあ大炎上じゃないですか。うん、これがさルフィとかあとジョータローみたいな感じで、あの弱点を取るのが難しい、止まった1次第の弱点だったらその仕様を変えるわけいけないでしょ。だからこの条件が簡単っていうのは変えられなかったんだ。で遅延がなくなるっていうのもまあそんなにいらないけど、まあ、遅延がなくなるのも良くないって考えると、変わるとしたらこの威力の部分だよね。うん、最初に触れた敵に、立体、新型立体起動装置で攻撃し、その後に例えば雷槍で追い打ちに割合があるとか、まあ、そういうので多分みんな期待したと思うんだけど、あのねゲームの面白みってところをちょっとあるのかなっていうのも感じましたね。これ超えた SS ってなると、とりあえずボス戦行ってリヴァイ撃っておしまい、とりあえずボス戦行ってデク撃っておしまい、結構一時期豪絶それだったんですよ。
誰かしらがやっぱワンパンエッセンスっていうのを持ってきてて、もう豪絶ってきたら、まあ、誰かがワンパンするみたいな、超究極とかも誰かコラボのキャラが過去のやつがワンパンするみたいなあれがあったんで、そのゲームとしてワンパターン化してきたんだよね、マンネリ化してきたっていうか。でワンパンエッセンスワンパンエッセンスっていう風になってきてるのもそれが理由になってるし、倍率がどんどん下がってるっていうのもそれが理由だと思うんだよね。本当にただワンパンキャラだけ引いてワンパンだけし続けて豪絶を攻略していくっていうと、まあ、そのゲームとして面白みがなくなっちゃうんで、まあなんか完全にこの今使ってみた後の感想としてはちょうどいいかなっていう風に感じちゃいました、結局ね。手前ではもうちょっと欲しいなって思ったけど、でも1個だけ許せないのがある、短縮。短縮はガチであってよかったと思う、これはガチ、短縮はマジであってよかった。だって変わらんじゃん、正直 SS だってさ、貯めるか貯めないかじゃん、ユーザー側がここまでの性能を持ってくると。俺これ短縮はあってよかったと思いますよ、マジで。ねえ、短縮あるだけでもだいぶイメージ変わると思う。28は重い、だから今の環境で28なんて待ってらんないよ、ためらんないよみたいなのが多いから、ちょっと弱いっていうイメージもついちゃってるんだと思うんだよね。でも使ってみるとやっぱね、未だに強いっす、性能は。本当に強いキャラだと思うし、まあ超直近ってほど直近ではないけど、朝らしめのクシャンティとかもワンパンしてるぐらいなんで、これ以上求めるのはちょっと罪かなっていうふうには思いましたね。ただまあ使ってて楽しいとか変わんないね、このリバイ感がまた使えるってなってくると、今後またワンパンとかあってほしいところではありますけどね。まあちょっとはめづらいんだろうな、ワンパターン化してるしな。はい、まあ、今でも結構ワンパンっていうのはあったりしますからね、たまにぐらいがやっぱ一番楽しいんでね、そのたまにがリヴァイであってくれることを願ってますよ。いいね。はい、ってな感じですね。はい、ということでまあちょっとね、古めの仕様の動画になってしまってはいると思うんですけれども、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。まあリヴァイに対しての意見だったりはね、僕のコメントはフリーで受け付けておりますので、よかったらコメント残しておいていただければなと思います。ということで、よかったら最後にチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。